はい、皆さんこんにちは。フィットネスインストラクターの大谷です。今日もご覧くださってありがとうございます。こちらはグンゼスポーツの吹田ミリカ店です。今日もメンバーの皆さんのおかげで楽しくレッスンをさせていただきました。今日はですね、皆さん背骨の動きを良くする、動きを紹介したいなと思います。今までにもですね、紹介したことがあるんですけれども、お腹の引き上げ引き締まり効果もあります。姿勢も良くなります。でというのはですね、ちょうど私のレッスンをですね、よく受けてくださっている方の中には、脊柱管狭窄症の方とか、脊柱側弯の方とか、そういった背骨の何らかちょっと問題があるという方も、いらっしゃるんですね。でも私のレッスンを受けた後はすごく楽になってくるっていうふうにおっしゃってくださっていて、それでですね、いろんな実は体の調整が必要なので、いろいろ紹介していきたいんですけれども、今日はどこでもできる運動で背骨の動き、背骨というのは S 字の腕曲があるんですよね。この首と腰はちょっと前腕しているんですけれども、 S 字の腕曲があって、その腕曲っていうのは波打つような背骨の動きができるようになっているんです。でところがですね、 何かしらその波打つような動きができなくなってきている、ね、要は背骨が硬くなっている、筋肉が硬くなっているわけなんですけれども、それを良くなっていくような動きを紹介していきたいと思います。はい、で本当はですね、この骨盤の上に背骨が乗っかっているというか、骨盤が体の土台なので背骨が柱なので、この骨盤がいい状態で立っていられるということが大事なんですけれども、今日はその辺のことはちょっとお伝えしませんが、過去に膝や股関節の手術を考えているんだったらちょっと待ってっていうタイトルで動画を上げているのがあります。股関節や膝の調整で、それは骨盤がいい状態に導くような動きでもありますので、それもぜひね、ご覧になって、1週間前ぐらいかな、上げた動画がありますので、それもご覧ください。そして今日はその骨盤が、まあいい状態に保ってた上で背骨の動きを良くするということを紹介していきたいと思います。脊柱側弯症というと、ちょっと大雑把に言うと こんな感じになっちゃってるね。これこの肋骨周りのところが飛び出してるわけですね。で、あとは椎間板ヘルニア、椎間板ヘルニアというのはですね、背骨の一つ一つの骨を椎骨と言うんですが、その椎骨と椎骨の間にクッションの役目になってくれる椎間板というのがあるんですね。その椎間板がピュッとね、はみ出てしまうのを椎間板ヘルニアっていうんですよね。そして、いい状態で背骨の椎骨が積み重なっているんですけども、どれかがこうずれちゃう、それを滑り症というふうに言われています。でそういったこともあって、脊柱管狭窄症というのはですね、背骨の一つ一つの骨、椎骨のがあって、神経が通っているんですけども、その背骨の神経を通っているのが脊柱管というね、管のところに、神経が通っているんですね。その、脊柱管がキュッと詰まっちゃうね、というのが脊柱管狭窄症というふうに言われています。だから詰まっているので、ぐっと引き伸ばしてあげることと背骨の動きを良くするというのが大事なんですね。はい、ちょっと今お話をしましたけれども、じゃあ一緒に動きましょう。まずですね、この骨盤が、こういうふうに前傾しているとき、前傾させているのはここの腰椎と股関節の動きで、前傾させています。そしてここの背骨の上のあたり、腰は腰椎といって首が頸椎。で胸のあたりはここは胸椎でます。胸椎の動きを良くするためにもこの肩甲骨をちょっと寄せます。だから骨盤が前傾して肩甲骨を寄せます。そしてここはちょっと空間を空けて、この胸を天井の方に向けるかし、首の動きも良くしますね。こう頭をこう倒すというよりはここを広げる感じです。はい、じゃあこの反対で骨盤が後ろに倒れて、そして寄せてた肩甲骨を開きます。でこうちょっとここを伸ばしてたんですけども、楽な位置に戻します。はい、じゃあもう一度いきます。骨盤前傾と肩甲骨を寄せて、ここも開きます。はい、反対です。はい、では1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。はい、じゃあ今度2つ目なんですけども、
これでですね、背骨がちょっとこうですね、詰まってたところが伸びやすくなってきました。今度はこういう側弯の方は、そのこちらに骨盤が移動していて、肋骨がこう飛び出てるわけなんですけども、これを調整していきたいんですが、わざと骨盤をこっちに持ってきます。そして膝軽く緩めますね。はい、横です。まずは骨盤の左右の動きをよくし動かしながら、それをしているのがこの腰椎なんですけどもね、です。はい、そして胸椎のところもよくしたいんですが、肩甲骨をこういうふうに、ね、こんな感じで動かします。反対同士、次やってますよ。1、2、1、2、これは脊柱の側弯症の方にもおすすめですね。はい、じゃあこの応用で後ろに、肩を後ろに。はい、そして4つ目はですね、この腰椎を動かすんですけども、骨盤、ね、でこうやって回旋スパイラルの動きをしているんですが、腰動かしている感じがすごく感じていると思うんですけれども、実はこの胸椎ですね、胸椎のところから動いているんですね。はい、じゃあ反対側も、はい、そしてこれをミックスしてこうです。はい、じゃあこの、ね、パターンもう一回やりますよ。まず一つ目のパターン、前骨盤の前後運動と肩甲骨を寄せたり開いたりですが、それにここを、ね、喉のところを広げます。1、2、1、2、1、2、前後の動きです。はい、2つ目は横の動きです。こっち骨盤、こっち自然と肩甲骨ですね。この肩甲骨も動かします。こうです。こう、こう、こうです。はい。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。はい、応用です。後ろに1、2、1、2。背骨の動きを良くしていきますよ。骨盤の動きも良くなりますよ。はい、4つ目は回旋です。はい、ブルブルブル。回旋です。ブルブルブル。はい、どうですか。なんとなく引き締まった感じがあるのと、姿勢も良くなってきたと思うんですね。はい、じゃあですね、音楽をかけますので、音楽に合わせてこの4パターンをもう1回やりましょう。ちょっと待ってくださいね。はい、では。引き締まりますよ。姿勢も良くなり、背骨の動きも良くなり、引き締まりますよ。はい、ではですね、いいですか。さあ、じゃあやります。1つ目、1、2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 、
ましょう。お腹を引き締まりますね。はい、2つ目は横です。こっち、はい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 。じゃあ、腕の動きを組み合わせた方が分かりやすいと思いますので、腕の動きを組み合わせます。はい、早めます。ダン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 、ホッホッ、ダン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 。はい、後ろに引きます。1、2、1、2、1、2回転。どちら回りでもいいですよ。はい、ブルブルちょっと跳ねます。反対回り、1、2、3、4、ブル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 。もう一度前後です。手の動きを加えますね。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。はい、応用肩回し、1、2、2。はい、2つ目横です。横の骨盤を横に動かしてますよ。はいはい、ブルブルブル、ホッホッ、ブルブルブル。はい、3つ目は後ろに肩を引いて、はい、応用グニャグニャグニャ、ストンストン、グニャグニャグニャ、ストンストン、グニャグニャグニャ、ストン。はい、回転です。1、2、3、4、ブル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 。反対回り、1、2、3、4、ブル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 。さあ、じゃあもう一回だけいきます。1、2、1、2、1、2。はい、肩回し、はい、横です横です。
骨盤左右に動いてますよ。ブル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 、ほっほっ、ブル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 。はい、よし、3つ目は後ろに行きます。はい、ぐにゃぐにゃします。ぐにゃぐにゃぐにゃ、ストーンストーン、ぐにゃぐにゃぐにゃ、ストーン。はい、回線です。1、2、3、4、ブル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 。反対回り、1、2、3、4、ブル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 。はい、どうですか、姿勢が良くなり、ウエストも引き締まりましたね。どうでしょう、今日は背骨の動きということで、背骨の動きを良くなるような動きを紹介しました。引き締め効果があり、姿勢も良くなっています。どうかこれね、毎日ぜひやってみましょう。そうすると体全体がすごくスッキリしますよ。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今日も最後までお付き合いくださいましてありがとうございます。よかったらグッドいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。何度も何度も繰り返してください。だんだん調子よくなっていき締まりますよ。はい、ということでまたね。おやでした。